人類にとってまだまだ宇宙っていうのは未知の世界だと思うんですけれども、僕みたいな人間でも出ていけるっていう夢や希望を皆さんに見てもらえるんじゃないかなと思います。本当に消極的だったので、たくさんの人の前で何かをするとか想像してませんでした。宇宙旅行というと気楽に宇宙に行くようなイメージがあるんですけれども、全員不合格、最悪失明するリスクもあるよって言われて、выполняют в том же объеме и качестве, как и профессиональные космонавты. 20年以上育てた会社を辞め、異国の地で過酷な訓練を乗り越え、12日間の宇宙渡航に挑んだ民間人、前澤友作。彼が宇宙で叶えたかった願いとは。僕が宇宙に行った理由。